高音広氏は、新末民発の政治家。北京政府、直令派に属した。字は、提案。高音高別陰上海電気測量学堂を卒業して、イギリスに留学する。インペリアルカレッジロンドンを卒業後に帰国して、連邦局の職員となり、後に、女性省の文案となった。1907年、インドとチベットの国境確定交渉に参加し、その後、 東三省電報ことよとなる。1909年、有電部、通浦鉄路局弁事院を経て、遠征外内閣が成立した1911年には、交通部秘書に任じられた。中華民国が成立すると、高運広氏は、川間鉄路局秘書兼観光電報局局長となる。1914年、川倉電報局局長に移動する。その翌年には、 上海電力管理局局長を務めた。1920年9月、交通部審議を兼任した。1922年5月以降、顔、営業東将棋王朝、恵大王大将の各内閣で処理交通総長を務めた。これにより、直霊派の政治家と目されるようになる。1924年3月、日は、王府特弁。 私立沈騰大学校長を務めた翌年10月には、後輩夫率いる14章、貫年軍司令部交通所所長となった。後輩夫の敗北とともに、高恩広志もゲアして、実業界に転じる。上海で自動車会社を創設した。1928年、上海で死去。去年54。ありがとうございます。